こんにちは、安村と申します。今日6月6日ということで、私のことを知っている人はですね、きっと悪魔の本を紹介すると思ったと思うんですけども、残念ながら今日は神様の本を紹介します。6月っていうと、まあ、ジューンブライド決めつけてますけども、神父さんがいる結婚式で変わらず愛することを誓いますかなんて質問されるわけですけども、永遠の愛を誓っているのに離婚した夫婦っていうのは神に裁かれるんでしょうか。神による判決、審判、その日本におけるですね、変遷を考察した本、それが今日私の紹介するこちら、日本審判史です。若い人知らないと思いますけど、昔、噂の刑事トミーと松っていうドラマがありまして、それのある回の冒頭にですね、熱々の釜の中に熱々の砂利がいっぱい入ってまして、そこを女の人が手をザッ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 って入れてるシーンがあったんですね。何やってんのかなと思ったら、女スリがですね、やけどしないように手を出し入れして訓練してるっていう話だったんですけど、それで何を思い出したかっていうとですね、今からこれを思い出したんですね。これ読める方っていうのは多分日本書紀とか、あと世界の処刑拷問なんか大好きな人なんだと思うんですけど、クガタチあるいはクガタチって言います。何をすることかっていうと、古代においてですね、もう煮えたぎった熱湯の中に小石を入れまして、でそれを拾わせるんですね。でその時に火傷しなかったら神のご加護があってから無罪だっていう、そういうとんでもない裁判の方法だったんですけども、名前が変わって室町時代には、遊戯賞っていうものでみたいなことをしてたんです。でこれがもっと江戸時代の初期になると過激になりまして、鉄火儀賞、火儀賞っていうものが行われました。これどういうことをやったかっていうと、神仏に私は正義をもう誓いますって誓うんですね。で熱々の鉄の塊、鉄片を握らされるんです。でそこで火傷しなければ無罪、もしくは紛争の調停の場合はより火傷が少ない方が勝ちみたいな、もう本当頭のおかしい裁判の方法なんですけれども、例えば1619年福島県の会津地方の山あいの村でですね、両方の村が山の領海線をすごい争ってたんですね。で会津藩ももう調停できないからしょうがないから鉄火儀賞で決めようってことになって、でそれぞれの村から代表が出てくるんです。で熱々の鉄片を握るんですけど、片方はなぜかですね、火傷もしないでこう何回も掲げて神棚に置くんですけど、もう一方はビャーって燃えてそのまま死んじゃうんですね。で勝った方はですね、子孫6代に至るまでその村がずっと面倒見るんですけど、死んじゃった方は死体は切り刻まれて首と手、胴と足をそれぞれ別の塚に埋められるっていう、もう勝った方と負けた方がめちゃくちゃな差があるんですけども、そんなことが行われてたっていう話がこの本の最初の初めにの数ページに載ってて、鉄火儀賞ってものは私知らなかったのにもう興奮してむさぼり読んでしまってですね。で他にもたくさんのエピソードが載ってるんです。で、基本古文書から取ってるんですけども、この方がですね、現代語に意訳していっぱい書いてるんで、まあ本当にあっという間に読めちゃうような新書なんですけども、で、この日本審判史、九形遊戯賞、鉄火儀賞ってもうサブタイトルも含め全部もう日本語で、地味なんですけど、これ5年ほど前に出て埋もれるのもったいなくて今日紹介してるんですが、室町時代大体87件の記録を採取してるんですね。で江戸時代は遊戯賞が、で江戸時代の鉄火儀賞45件も採取されてて、そんな珍しいというか結構あったらしいんです。ただし室町時代は100年ぐらいの間に集中して行われてて、で鉄火儀賞は江戸時代の20年ぐらいの間に集中してるんです。こんな頭のおかしい裁判方法がなぜ生まれて、でなんでそんな一過性のブームで終わったのか、そんなことを考察している本なんですけども、その背景にはその法治制度が、法が治める制度がだんだん整っていく過程での、歴史的な背景があるっていうのが、そのとんでもない歴史の裏にあるっていうのが面白い本なんですけども、で、その裁判官目指している人だけじゃなくてですね、法のことを勉強している人だけじゃなくて、変わった日本の歴史なんか知りたいなって思う人にもおすすめですし、神様信じてようが信じなかろうがおすすめなんで、全員ですね、そういう意味ではなんですけど、でそんあの全近代的なそんな頭のおかしい裁判制度も昔だからでしょって思ってるかもしれないんですけども、今でも神様によって人生決まることってあるんですね。例えば日本の野球のドラフト制度って、あれくじ引きで選手の人生決めてたりするんです。で人生決まんないんですけど、もっと身近な例で言うと、どれにしようかな、それは神様の言う通りなんて指してて、ビブリオバトルは神様の言う通りじゃなくて読みたくなった本を選んでいただきたいんですけども、この本の著者、これ出した時は明治大学の准教授だったんですけど、今教授になられて、一昨日店頭に並んだのが耳鼻そぎの日本史なんていう本を出されてて、こういうあんまり知らなかっただろう歴史を掘り起こすって解説されてる本なんで、こっち読まれた後も新しい本も一緒に読んでいただければ嬉しいななんて思います。で肝心のこの話、
その当時の人たちは神様一体信じてたの信じてなかったのかっていうの話もありますので、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは質問のある方は挙手をお願いいたします。発表ありがとうございます。全然関係ない話なんですけれども、安村さん、焼けた石で言って火傷すると思いますか？もちろんするでしょうね。で、この話はそんな当たり前のことをなぜやったかっていうところもあるんですけど、実際にはやろうとしたけどやらなかったっていう例も半分ぐらいあるんです。それはなぜか、やろうとすることに意味があったりするんですね。例えば必ず犯人を見つけ出すこととか罰するためというよりは、一番大元はコミュニティを維持するため、怪しい人がいるんじゃないかっていうのをうやむやにしておくとコミュニティが崩壊してしまうから、何かの形でやろうとするってことに最初意義があったんじゃないかっていうのが、こんなものが生まれた理由のうちの一つです。全部ではないです。はい、ありがとうございます。それでは次の一定期間の間、6年とか何年の間にこう集中してあったっていう話だったんですけど、それはなんかこうムーブメント的に違うものに何かその裁判のものが変わっていったのか、それともその方法自体が廃れていったのかっていうことは書かれていますか？記録からしか採取できないんですけど、その時期だけに盛り上がった、で継続して何かに置き換わっていったっていう形跡がないんだそうです。で、なぜその時にその方法を取られたかっていうと、その時の、 その世の中が変わっていく、例えば荘園制度がどんどん武家社会に変わっていったりとか、その土地の領有権は前は口約束で済んでたのが紙で契約書を書くようになっていたとか、そういう時代の流れがこういうものを生み出したんだろうという考察ですね。はい、ありがとうございます。もう一方、簡単な質問でしたらいかがでしょうか。大丈夫でしょう。油とかって一瞬だけだったら指入れても全然大丈夫なんですけど、そういうなんかトリック的なこともあったんですか？その結果偽証で勝った方と負けた方がそれぞれ、もともと代表がですね、てっぺんを焼くための持ってこいって言われてて、で片方がですね、実は赤くなるだけで熱くならないてっぺんを用意してたんですね。だけど持ってったら幕府の役人がそれ入れ替えてやれって言われて、でズルした方が負けて死んでしまうっていう話になったりとか、そういういろんな本当に火傷しないようなことをいろいろ画策してたりもあります。はい、ありがとうございます。それでは時間となりましたので、安村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。